イタリアでは第一次世界大戦中に英仏とイタリアが結んだロンドン密約で約束されていた領土要求が認められなかったためにベルサイユ体制に対する不満が大きくありました。また戦後不況による社会経済混乱の中で労働運動や農民運動が活発化し、当時の社会党政権も動揺していました。その中でファシスト党を結成したムッソリーニは1922年ローマ進軍を強行し、国王の妥協によってファシズム政権が成立しました。1928年ファシズム代表議会を国家最高機関にすることで議会制を否定し、さらに1929年ムッソリーニはラテラン条約によって教皇庁と和解しました。この時に成立した独立国がバチカン市国ですね。また外交においては1924年未改宗のイタリアの一つとされていたフィウメを併合し海外進出をスタートさせました。